南米陸亀族は、亀ク陸亀科に属する族。模式種は、赤足亀。アルゼンチン、エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、トリニダードトバゴ、パナマ南東部、パラグアイ、ブラジル、フランス、ベネズエラ、ペルー北東部、ボリビア最大種は、ガラパゴスゾウ亀で、最大高長135センチメートル。最小種は、チャコ陸亀で、 最大高潮43.3センチメートル。高乾板がない。左右の第12円乾板は融合する。背高の色彩は褐色や暗褐色、黒。左右の喉乾板は融合しない。左右の胸乾板の継ぎ目の長さは短いものの、外側では幅広く喉乾板と復興板のシームは平行にならない。鼻光は円形。 以前は、陸亀族に含まれそのア族とされていたが、陸亀族が多系統群であるとして、ア族を族として分割する説も多くあったが、ア族が単系統群であることを疑問視する説もあった。近年の各 DNA 及びミトコンドリア DNA の解析による、分子系統学の研究では、陸亀族は多系統群であるもののシロノイディーズ。 亜族は単系統群という解析結果が出たことから独立した族とする説が有力。陸亀家内では本族のみで一つのグループを形成する。左右法による解析では同じく一族のみでグループを形成するセオレ亀族や複数の族を分割した競技の陸亀族と単系統群を形成するという結果が出ている。しかし最大節約法による解析では 詳細な系統関係は不明で、陸亀族は異なる系統とする結果が出ている。4から14種で構成される。ガラパゴスゾウガメの亜種を独立種とする説もある。族内では、アカアシガメとキアシガメ、チャコリクガメとガラパゴスリクガメで単系統群を形成すると考えられている。森林や草原、サバンナ、砂漠などに生息する。 食生は植物食あるいは植物食傾向の強い雑食で植物の葉、花、果実、樹皮、多肉植物、キノコ、昆虫、陸生の貝類、爬虫類、鳥類,類、動物の死骸などを食べる。繁殖形態は卵生。生息地では食用とされることがある。開発や放牧による生息地の破壊、食用やペット用の卵殻。 人為的に移入された動物による捕食や植物による植生の変化などにより生息数は減少している。ガラパゴスゾウガメはワシントン条約付属書藍類に掲載されている。ガラパゴス諸島では飼育か繁殖個体の再導入、外来種の駆除などの対策が進められているが、世界遺産に登録されたことによる環境客の増加に伴う生息地の破壊、密漁、 火山活動やエルニーニョによる生息環境の破壊や変化などの問題が懸念されている。ガラパゴスゾウガメを除いた種はペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に飼育か繁殖個体が流通する。ありがとうございます。